誰かに仲間外れにされたり、嫌なことを言われたりされたりするのは本当に辛くて悲しいことです。誰でもいじめられると心が深く傷つきます。我慢をしていると知らないうちに心の傷が深くなっていき、健康でなくなってしまいます。あなたがもし誰かからいじめられたら、迷わずに誰かに助けを求めてください。助けを求めることは自分を救う大切な行動です。勇気のいることですが、必ずしてください。相談できる人を何人か決めておきましょう。担任の先生や他の先生、家の人など、あなたが話せる人でいいのです。一人の人に相談してうまくいかなくても、諦めずにまた別の人に伝えてください。直接話せなくても、電話やメール、手紙でも構いません。自分が誰であるのかを忘れずに伝えましょう。もしあなたがいじめられたら、誰に助けを求めますか？どのように伝えますか？具体的に決めましょう。助けを求める相手は一人ではなく何人か決めておきましょう。